あ、すごい、なんかしっかりしてる。このパッキングすげえな、これ、はい、これ今回の今回のいらもの商品はゴープロみたい。アカソ、これが楽しいやつ、で、あ、電池2つ入っとる。ビップじゃん。今回は音声もあって電源オフ、これ電源切れます。でクイックボタンはこの電源切れた状態で3秒押すとこれで電源入ります。これで録画開始。今回上げる動画は全てこのアカソのブレイブ8で撮影しております。動画概要欄の方にリンク貼ってきますので、一回チェックしてみてください。ということで、動画の方をご覧ください。それでは、どうぞ。皆さん、おはようございます。はい。おはようございます。今日なんか特別な日か？知らない。うん、ハロウィン。あ、今日か。ハロウィン。これフロントビュー。前回のね、ブレイブ 7LE に比べたら格段に良くなった。これDJI のオズモアクションによう似とる。これ、まあ、画質は今回 GoPro Hero 9使ってないんだけど、アカソのブレイブ8で作ってみました。よく気づいたね。今俺もなんか欲しいなと思ったんやで。よく気づいた。アカソブレイブ8、さあ行かんなら今日も、まあ、俺はそこの空気狙ってくるわ。じゃあ決めてよ。おい決めて。9よりも小さくて使い勝手いいな。うん、これ35,800円ぐらい。前のやつとはもう全然違うよ。前17,000円。
しや。それはそのまま食うで美味しいんだって。よし、せーの、あいにくな雨。あ、水あったかい。あ、水あったかい。まあ、残ってたよな、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、マジ土曜日焦ったで。この人顔面血だらけで出てきたもんでさいや、マジ焦ったで。笑い事じゃないけどさ、波のサイズは昨日も今日も膝腰だな。膝腰って感じで、で今回はこっちが赤楚のブレイブ8、新しいやつです。まだ日本では売ってるとこ少ないかな。でこっちが GoPro。 今回はブレイブ8だけで作ってみました。どうでしたか。多分画質は絶対 GoPro の方がいいとは思うんですよ。でも値段から言ったらこっち35,000円、こっちは4万8,000円か。この人は何やっとんの。いや、口から出した今クリームが落ちるね。マジありえんくねお前それで、まあ今回はブレイブ8のレビュー、前回提供してもらったブレイブ 7LE ってやつと今回のブレイブ8はもう全然違うの。こっちの方が全然使いやすい。大丈夫ですか。チョコパイ難易度高すぎ。高いよ。いや、みゆいつもこんなもんじゃないもん。チョコパイを車の中で食うっていうのは結構勇気いるよ。みゆいつももっと上手に食べられるもん。いかがだったんですかね、ブレイブ8。概要欄チェックしてください。ついでに T シャツとか持ってるんで、あの僕のオリジナルアブリ T シャツ、サーフの。ミユも欲しいな、 T シャツ。この長袖とパーカー買わなかった。足らんかもしれんけど、まあ35,800円だったら十分メインで使っていけるかなと思います。GoPro 9より小さいし、画角もぐんと広くなったもんで、ね、これぐらいになる。前のやつ画角が狭かったね。これ暗いのは今だけ、うん、これ今だけ。それ多分 GoPro 虫やと思う。うん、 GoPro ちょっと明るかったよ。これ暗いのは今だけ、これ今だけ。それ多分 GoPro 虫やと思う。うん、 GoPro ちょっと明るかったよ。うん、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。これ BGM にするといいよ、和むやろ。寝てまうてこれ。ここに白いのつけてそれやられるかも本当に。ということで今回の動画はこれで終わっていきたいと思います。
チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。それでは次回動画でお会いしましょう。さよなら。